スコット・ディクソンが6度目のタイトルを獲得し、前年度チャンピオンのジョセフ・ニュー・ガーデンがランキング2位となった。2020年の NTT インディカーシリーズは、インディカーシリーズの25年目のシーズンとなった。第104回インディアナポリス500マイルレースは、シリーズ7戦目として8月23日に開催され、佐藤拓馬が優勝した。スコット・ディクソンが、 ドライバーズタイトルを、ホンダは3年連続でマニファクチャラーズタイトルを獲得した。ルーキー・オブ・ザ・イヤーは、リヌス・ビー・ケイが獲得した。今シーズンは、ペンス・キーが2019年にシリーズを買収してから、初めてのシーズンとなる。以下のチームと、ドライバーが2020年シーズンを戦う。全チームがシャシーは、ユニバーサル・エアロキットを装着した、ダラーラ・アイ・18。 タイヤはファイアストーンを使用する。アールーキー17戦からなる2020年シーズンのスケジュールは2019年9月1日に最初に発表された。2019年シーズンのカレンダーから一つの変更があり、ポコのレースウェイがリッチモンドレースウェイに置き換えられた。リッチモンドは2009年以来のシリーズ復帰となる。新型コロナウイルスのパンデミックの結果、10レースが キャンセルされ、5レースが再スケジュールされ、5レースが追加された。シーズン開始が遅れたことにより、多くのインディカードライバーが、インディカーアイレーシングチャレンジに参加した。王将東バルスーパースピードウェアアールロードコース、市街地サーキット北米での、新型コロナウイルス感染症の流行及びその後の、外出規制や催し物に対する規制により、 インディカーシリーズのシーズンは少なくとも6月に延期され、いくつかのレースはキャンセルされることとなった。2020年3月12日、インディカーはセントピーターズバーグの開幕戦を無観客で開催することを発表した。しかし、翌13日になると大規模集会規制の拡大と健康上のリスクを理由に開幕戦及び4月までのすべてのレースの キャンセルを発表した。シリーズは IMS がシーズンを開始した1957年以来、初めて、マンス・オブ・メイのインディアナポリスでの2つのレースから、開始する意図を発表した。3月26日、インディカーは GMR グランプリとインディアナポリス500を、それぞれ7月4日と8月23日に延期すると、発表した。どちらのイベントも月以外に開催されるのは、 初めてとなる。デトロイトグランプリは開幕戦の役割を果たし、セントピーターズバーグが復活する可能性があると発表された。4月6日、インディカーはデトロイトグランプリのキャンセルを発表し、主催者はミシガン州の外出禁止令やベルアイルで予定されているその他のイベントを引用して、イベントの準備やスケジュール変更を不可能にした。インディカーはまた、 他のキャンセルされたレースを補うために、アイオワ300とモントレーグランプリをダブルヘッダーの週末に変更することを発表し、インターコンチネンタル GT チャレンジ耐久レースの一部として10月3日に3回目のインディアナポリスでのレースを追加した。5月7日、シーズンはテキサスモータースピードウェイで1日のイベント形式、無観客で始まることが発表された。 当初248周または約 600km で予定されていたレースは200周または約300マイルに短縮された。これに加えて新型コロナウイルス感染症の流行に関連する広範な社会的距離プロトコルがチームスタッフ向けに発表され個人用保護具の使用に関する規定も発表された。5月27日2019年の DXC テクノロジー600での未使用タイヤがレースウィークエンドに使用されたため、ジェネシス300でのタイヤスティントは最大35周に制限されることが発表された。これは以前2017年のレインガードウォーターシーラー600の終盤3分の1の間に発生し、競技に注意して最大30周が実施された。5月13日、インディカーは セントピーターズバーグでのファイアストングランプリが10月25日のシーズン最終戦として開催されることを発表した。このレースはシリーズにとって2020年の唯一のストリートコースレースになる。5月15日、ホンダインディトロントのプロモーターは7月12日に予定されていたレースを延期すると発表した。5月21日、インディカーは スケジュールのさらなる変更を発表した。ロードアメリカでのラウンドは7月に移され、ダブルヘッダーの週末となり、以前に延期されていたトロントのレースはキャンセルされ、リッチモンドラウンドもキャンセルされた。6月4日、インディアナポリスモータースピードウェイは、GMR グランプリを含むビッグマシーンウォッカー400ナスカーの週末のすべてのイベントが室内で開催されることを発表した。 7月15日、インディカーは、アイオワインディカー250の新しい予選フォーマットを発表した。1周目はレース1のドライバーのスターティンググリッドを設定し、2周目はレース2のドライバーのグリッドを設定する。7月22日、インディアナポリスモータースピードウェイは、ファンの収容数を全体の50%から全体の25%にさらに削減すると発表した。 彼らはまた、マスクの着用に関して、ファンのための厳格な方針を発表した。7月27日、ポートランドラウンドとラグナセカでのダブルヘッダーラウンドは、キャンセルされた。スケジュールのギャップを埋めるために、ミッド・オハイを、ゲートウェイ、及びインディアナポリス・ロードコースでのハーベスト GP は、ダブルヘッダーに変更された。ダブルヘッダー・ロードコース予選フォーマットは、 ミッド・オハイオとインディアナポリスで再び利用されることが発表されたが、アイオアで使用されたダブルヘッダーオーバル予選フォーマットはゲートウェイでも使用される。8月1日、インディカーの関係者、ミッド・オハイオのコース関係者、およびミッド・オハイオでのレースのプロモーターは、オハイオ州での新型コロナウイルス感染症例の増加により、ミッド・オハイオでのダブルヘッダーが、 シーズン後半に延期されると発表した。9月5日、シリーズはレースが9月12日、13日にダブルヘッダーイベントとして開催されることを発表した。8月4日、インディカーシリーズの関係者とインディアナポリスモータースピードウェイの関係者は、新型コロナウイルス感染症患者の急増により、2020年のインディアナ500は無観客で開催されると発表した。 キャンセルされたイベントをショートオーバル、スーパースピードウェア,アールロードコース、市街地サーキット。ありがとうございます。